候変動や経済格差、こういったものが広がっているような状況だというふうに考えております。どの企業も社会課題の解決、それ自体がすごく重要だというふうに分かっております。実質的にはどのように取り組めばよいのかを悩んでいる企業様が多いのが実態ではないでしょうか。環境と社会と経済、こういったその3つのものがしっかりと関係性を持って存続している。環境が傷むと社会に対してネガティブなものがあって、最終的には経済活動がやっぱりうまくいかなくなる。こういったものが密接につながっている。企業が個別にサステナビリティトランスフォーメーションに取り組むということではなく、複数の企業がそれぞれの強みを生かして連携して事業を進めていくために、クロスインダストリーでいろんなそのソリューションを展開するですとか、さまざまなテクノロジーを活用していくことが鍵になるというふうに考えております。富士通の強みですけれども、間違いなくその我々にはそのテクノロジーがあるというふうに考えています。さまざまなブロックチェーンをアグレゲーションしていけるような、そういったコネクションチェーンを持っていたりですとか、あとは圧倒的なそのコンピューティングパワーですね、富岳に代表される、また量子の技術、こういったものを活用することによってさまざまなシミュレーションを行うことによって、こういった社会課題を解決できるというふうに考えております。我々はさまざまなお客様と一緒に仕事をしてまいりました。カスタマーベースを活用したいろんな知見がですね、我々には溜まっております。業界、国を超えた柔軟かつ最適なエコシステムの構築をデータの活用、またテクノロジーを使って実現していきたいというふうに考えております。ユーバンスはユニバーサルとアドバンスを組み合わせて作った言葉になります。あらゆるものをサステナブルな方向に前進させる、お客様のビジネスの成長と社会課題の解決の両立を目指してまいります。サステナビリティトランスフォーメーションの課題に関しましては、そのユーバンスというもので解決したい。富士通のテクノロジーとか、そういったそのカスタマーベースだけではなく、いろんなお客様ですとかパートナー様と一緒になって社会の課題を解決していきたい。 SX を具現化していきたいというふうに考えています。